で、まあ今日 Windows 持ってこいってことだったので、ちょっと Windows 入れてきてほしいんですけど。で、まあ、昨日、Windows 入れて、何かと言うのを撮ってみた5時間ぐらい。その間、映画2本バッチリしたんですね。まあ、そんなところですね。はい、で、CMS 関係は、ずっと長いんですよ。2003年ぐらいまで。で、あとは、まあ、いろいろちょこちょこつまんでくる人で、ネットコモンドとか、まあ、最近などはワードプレスとか、少しいじり始めてますので。で、まあ、全然それと関係ない話なんですが、Android というのをやってまして、やってまして、全部、Android 携帯って、皆さん、お持ちかと思うんですけど。じゃあ、ちなみにあの、iPhone 派と Android 派、どのぐらいですか？ iPhone 派の人。ほとんど。あ、三分の二はアンドロイド派の人。あ、少ないな。ウィンドウズの派の人。ウィンドウズ持ってるのなかなかいいですよ。まだあの見せてもらってもいいんですけど。まあお約束できる。はい。なかなか。で、日本アンドロイド会で横浜支部っていうのを昨年立ち上げてですね。まだ1年ぐらいなんですけど、明治キリスト教の会員が400人ぐらい増えてですね、スピーカー勉強会やってるんですけど、大体毎回100人ぐらいで、まあ、いろんなことやってるんですけども、まあ、普通にこう Android 上のアプリを作ってもあまり面白くないとかっていう変わり者が多くてですね、ちゃんと動くかな。できればあのカメラの方向けていただけると。いやいや、まだまだこれです。そう。で、一応これはあの、こっちはアンドロイドですね。これはあの、アンドロイドです。Bluetooth で制御してる。ドロイド君って。あ、まあ、このキャラクターはドロイド君ですけど。説明こうやると、こう、目が光る。Bluetooth で連動してます。はい、で、こっち側を押すと、双方向が光る。実際これ、これはあの、通信してこの程度なんですけど、実際にこのドロイド君って人形があって、その中にこう入れて動かしてる人がいたりします、はい、でそういうことも横浜の勉強会でやっていました、はい、あともう一個新しいデータですね、はい、なんか31日以外ですね。なんだ、これはなんだっていう感じですけど、皆さんも関心に深いかと思いますが、はい、放射線測定っていうのが、まあ、最近一部 のマニアの間で流行ってましてですね。自作カウンター。はい。おお。自作なんですか。自作です。自作の自作です。で、ガイガー、これガイガーカウンターなんですけど、ここにあるのが、まあ、ガイガー・ミューラーカンっていう、ガイガーさんとミューラーさんが考えた原因で、こう、あるかな、今日は。またならないです。電池の方向逆でした。何もやらないのになったら怖いよね。実はもう、まあ、この先っちょに塗ってあるのが放射性物質なんで、結構なると、ちっちゃいですけど、こんな感じになって、カウンターが上がっていく。で、まあ、これ、基本的には、原理的にはこれ、私もこの間聞いたばっかりなんですけど、あの放射性物質、放射線を出す物質って世の中にいっぱい普通に存在していて、でこれ何を塗ってるんですかね。でこれ自体はですね、キャンプ用品で使ってる装置か何かの、はい、ガスランタン、キャンプやってる人は必ず知ってる、ガスランタンなんです
ど、ガスランタンのマントルっていうところの部品ですね。でちなみにこれ横浜の、ホームセンターで普通に売ってます。はい、まあ、そんな風なことをやってたりとかしています。まあなんか機会があると、まあ、よろしければ Android カーとかご参加くださいませ。以上です。